1日です。救急車が来てますね。朝から熱中病、熱中症ですかね。小さな自然の田んぼ、稲が、数日前から穂を出してます。この暑さの中でも季節の変化、きっちりと気づいて、稲が育ってくれます。どうでも大きくなりました。花をつけた中です。何個かにもたくさん出てますね。これが一月少し経つと、タワワが意味、タワワが飲み物でお米になってくれますね。はい、これもたくさん、はい、次から次と放出してますよ。今年の稲刈りは10月の14日、体育の日、恒例通り12回目になりますが行います。何やら今年の稲性が非常に高いように思います。夏花は早く終わったようですが、秋の実り、柿も鈴なり、去年に引き続いて柿も豊作のようです。ジャンバス、早々と咲き納めしてますね。下の池の花の水面が一面に小さに終わって、笹も咲き終わった感じです。ちらほら映像見せはずの花の跡のためにやってますね。もう一つ秋の実り、鈴なりはこの塩水岩のザクロです。去年あたりから、このなり方がこうなりになっています。食べるにはちょっと酸っぱいんですが、しかし、これも自然の恵みでしょうね。夏の花から秋は実りの季節で、小さな自然着実に変化してくれます。